はい、どうもゆうちゃんパパでございます。はい、 KOF98UMOL 本日も楽しくやっていきましょう。本日はね、4月の5日月曜日なんですけれども、まあジャンプの発売日でね、いやそんなどうでもいいで、昨日でね、芸術のガチャが終わりましてね、で、まあ、結局、まあ、僕はね、16回のね、まあ、神引き、まあ、スーパー神引きではないですけど、まあ、まあ、神引きの状態で、まあ、そこからいかも回さずで、まあ、ランキングにもちろん入れなくてって感じなんですけども、結構ね、うちのサーバーでも1万ポイント超えてる方が2人いたりとかね、いたので、まあ、うちのサーバーね、は結構そこまでね、激戦のサーバーではないんですけれどもね、まあ、1万が超えるっていうのは、まあ、結構珍しいかな、オロクリ以来かなとは思うんですけれどもね、結構回ってたかなと。一番下の方でも結構4000か5000ぐらいいってたんで、全体的に回ってたかなっていうようなね、ガチャになってましたね。まあ、現実ね、結構人気ありますんでね。今の環境でね、啓蒙も、武器も来てない状態でね、ここまで活躍するんでね、非常に強いキャラかなとは思いますね。なので結構ね、皆さんね、ちょっとこう、武器とかをね、ぜひ取得してね、啓蒙開けていってっていうね、やっていっていただいた方がね、まあ、今後の戦況にも変わってくるんじゃないかなとは思いますけどね。でね、まあ、最近の流れでいくとね、オークション終わったら次の日にもうガチャっていう流れやったんで、今日正直ね、武器ガチャ来る思ってたんですよ。で、まあ、5時にね、実はもうスタンバイしといて、もう朝から回したろうかなっていう準備しとったのに、パッて見たら、あららら、あれなんか、言うて、なんかこうコンテンツが5個しかない、あれ武器ガチャ来えへんのかいな、みたいな、何やこれ、みたいな。いやもうラーメン食いに行ってもこれいっぱいやからもうちょっともう寿司でええかみたいな感じになって、いやもういや ラーメン食っちゃってるからこっちはみたいな、いや寿司はちょっと今いらんねんうまいけどやなみたいな、そんな感じにちょっとさせられてる感じでね、もうちょっと腹立つから寝てもうてね、さっき起きてちょっと今撮影してるという感じなんですけども、いや知らんがなっていう話ですけどね。でまあまあ武器ガチャがちょっとねこう今日来なかったんで、なんか代わりにね、なんか奥義ボーナスとかね、まあまあいろいろ強化コンテンツの分とかね、でルーンガチャが来てて、で先日のねメンテナンスでね、このルーンガチャ回したらね、その赤出てきた時に今までランダムやったんですけど選択できるということになっててですね、今回がね、龍子と大地と殺戮なんですよ。で、サブの方で回させてもらったら、一応ね、これ赤出てきた時に選択できるようになってたんですけどね、これね、番号は指定できないんですよ。はい、もうその殺戮か大地かとかっていうね、その種類は選べるんですけど、番号が選ばれへんのでね、そこはちょっとね、6分の1なんでね、またね、だからちょっとね、はめられたなっていう感じですよね、これね。まあ良かった、こっちで回さんで良かったなと思って、いや結構ね、何個か赤埋まってないとこ僕もあるんで、これちょっとね、ちょっと今回ダイヤに余裕あるしね、行こうかなと思っとったんですけど、まあ運営のことやからねちょっと確かめんとあかんな思って、ちょっと秘密のサブ赤でねやってて、まあしたらまさかの番号はランダムっていうね、汚いな書き方が、これもやっちまったな言うてもうちょっともうそれがあったからね、ちょっと微妙です。ちょっとこれね、ちょっと皆様のね方でちょっと配信でちょっと出していただいてね、ちょっと気をつけていただいてと思ってるんですけど、なのでね、危うくねちょっと運営にまたもや騙されるところだったんでねまあちょっとそうはいかんと金隠しっていうことでね、ちょっとチャウサーバーで確認をさせていただいたという感じでございますね。でもう一個ね、この前ね、からずっと来てるネスト改造のね、これ機能ガチャの方ですね、機能ガチャのイベントが来てるということなんですけれども、でちょくちょく無料で配られてたね、このダイヤ券使えるからちょっと多少回せるんかなと思ったら、この分に関しては無料分や、ガチャ券で引いた回数は計算されませんのでご注意ください、言うて、いや今までそんなことあったっけ、もうダイヤ使ってくださいよっていうだけやん、いやほんなら無料が
ャケン、ちょっと、無料ガチャケン、ちょっとなんやねんと思ってね、これ。いや、ダイヤの搾取がちょっとひどいっすよね。で、ここでやっとね、いつこれあげられんねんと思ってたら、ここの核の方がね、ここでもらえるということなんですよ。これのね、よいしょ。これの、この上階っていうところですね。これね、ないなーと思ってて、どうせまたイベントで来んねやろなーと思って、来たーと思ったら、まさかの全部ダイヤでやってください。ばいや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 ん、言うて。いやー、ただね、これむっちゃ高いんよね、これ、正直。まあ、ここのね、あの、赤とかがこう出る検証動画はね、先日出させていただいたんで、まあ、それまたリンク欄貼っときますけれどもね。これめっちゃ高くて、2000ですよ、2000。これはちょっとね、2000で10回やから、2000で10回やから、40回回すのに、もう約8000いるんですよ。で、8000回して、これ5個ってさっき上げるので6いるから、これじゃ上げられへんでしょ？だから、ここまでいかんと上げられへんですよね、正直。だから、むちゃくちゃ高いんでね、これはちょっとね、スルーかなーとは僕は思ってますね。ちょっとこれは運営さん高すぎるやろ。これさすがにこんだけ高かったら別に無料ガチャ券の分は入れてもいいんちゃうかなと思いますけどね。いや、せっかくこんだけ芸人ガチャでね、あの、結構稼いだんやったら、これぐらいちょっと奉仕して欲しかったなっていうね、僕の思いですけどね。で、ラッキーボックスが、一応明日までかな。これも明日までに終わりますよ、ということで。まあ、これね、結構ね、あの、ST のね、魂取れるんで、結構いいですよね。選択できたりするんで。この辺のダイヤ購入とかも明日までか。あ、まあ、全部明日までかな。そうですね。これも明日までですもんね。明日までのイベントになってるんで、なので、ってことは、まあ、明後日からね、まあ、違うイベントが来るってことになってきたら、まあまあ、武器ガチャイベントが濃厚かなとは思うんでね。まあ、武器ガチャ来たらね、もう分回していこうかなと思ってますんでね。ゲーニッツ。武器も結構強いんでね。まあ、火力はね、正直ね、まあ、単体なんであれなんですけども、まあ、ちょっと、一番攻撃力の高いね、吸収したりとかするんで、まあ、回していって、なんとかね、ちょっと、強くしていこうかなとは思っております。で、そしたらね、今日は最後バトル行って、サバフレ行って終わりましょうかね。私とね、同じニューフェイスチームとね、オロチチーム使ってらっしゃってね、まあ、もちろん私なんか足元に及ばないんですけれどもね、おられましたね。あの、85サーバーのね、ザコのリュウさん。過去にもね、対戦させていただいたことあるんですけれども、私と同じね、ニューフェイスチーム使ってましてね、CYS 使っておりまして、で、ゲニも取られてね、ほぼ結構ね、パーティーは似てるんですけれどもね、キングとね、チャンが違うだけで、あと全部同じなんですけれども、ただまあ圧倒的に違うのはね、もうあの、このゲイニッツ以外に、ね、全部星7、いうことで、まあ戦力も210万ぐらい違うと。で、まあ先制値もアホみたいに負けてると。それでは、ザコの竜、バーサス、ユーチャンパパ、ミオーバヨーン。さあ、先制取ってるのはザコのリュウさん、イーヤさんス、ウーロチーパー、サイコソード。さあ、エスマッツ、サイキから虫ケラアタック。さあ、来たよ、梅屋ふぅドガン。お、死んだ、死んだから2発目くるね、これ2発目くるで、めっちゃ、あ、まあまあ、しゃあないからね。フィナーレを、ゲノムショップフィナーレを、おいしょ、ただい。さあ、ゲーニッツ必殺出てきて。さあ、これ一発目はそこまで食らわない。カットしてるけど、シェリー狙われたな。くそ。踏ん張りつかったな。めっちゃ強い。ヤシロが、耐えるか。あかん、3回目使ったけど、やっぱゲニの効果で1ターン目でやられることはなかった。さあ、こっちの反撃。S マックス、虫キャラアタック。さあ、アラブル大地、どんどこどん、グリティカルが出てる。イヤサンス、ウーロチーパー。さあ、ヨワちゃんの、ヨワちゃんじゃない、さっきにレズ出てきて、ヨワちゃんのデッキブンブンブン回して全然食らわないけどね。さあ、原始地、グリティカル出ない。さあ、ゲニッツ、
ほとんど食らわない。あーシールドだったんか。さあサナギを破って一旦目はほぼ食らわない。さあ再起、全員スキルが出ている。おろしてる、手下に打って炎。さあ一体も倒せない。さあ荒ぶる大地、どん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 、ここで攻守交代入るんだからね、いい感じで攻守交代が入る。ただその範囲ダメージで踏ん張りもかつかったな。よしよし、さあ虫からアタック。さあラブ大地、どんどこどん。さあ鉄球ブンブンブン回して、ふふふふふ、もう体育が溜まって、虫からアタック2発目。さあ幻影紳士食らわせて、クリティカル出てるけど倒せない。クリティカルが出てるけどもダメージカットからが倒せない。さあ2発目は結構食らうはず。うん、そこそこのダメージ、踏ん張り消えさせて、スキルの全員、全員出てない、ゲニが出てないんか、消耗が入ってないからこっちのスキルが出にくい。さあザコネさん3ターン目。あオロチェルミがやられましたね、崩壊でやられたね、倒れたまま。さあ虫キャラアタック。さあラブレ大地、どんどこどん。クライス、あそこもクライスだったな、ガードしたのね、なるほど。ネイルで出てきて、ベノムショット、フィナーレを、これはあんまり食らわない、これもあんまり食らわない。さあ、これはさすがに、クリティカル、一撃ちゃうか、これ。シンドルそばきを、うお、強い、あかん、おやし、ギリ耐えてるけども、ただこれでもあかんよね。いや、サナギを破られてやられる、強すぎる。3、でも3ターン持ったな。やっぱゲニの効果はね、いつも1ターンやられたからね、ザコのリュウさんとの対戦は。さあ、イーアサンス、ウーロチーパー、最高っそー。さあ、虫からアタック、ゴミガー。さあ、ゲニ CG、クリティカルが出てるけど、あー、ゲニだけか。で、ゲニがどこに飛んでいく、チェルミーに飛んでいく。で、サナギを破って、超は舞う。結構食らうけど、倒れないか。倒れなかったか、たまらんかったね、俺クリが。これで、あー、これたまへんのか。スキルが、ちょっと弱いけれども。まあ、めまいはほぼ解除される。炎。これ、おろしで倒せるんちゃう？ね、おろしでは倒せる。で、ここはもう、ほぼほぼやられて、これ無敵な状態やから、ここはもうタコ殴りの系としてもいい捨ててるターンみたいな感じやね。さあオメガ出てきて、アラブル大地、どんどこどん。さあ運命でまた来たよ、シンナルさばきを。さあ原因神神、うわ強い。ああもう離脱2回使ってたんか、強い。こちらのゲーニティ、サノ選手虫けらアタック、この効果で溜まって原因神神、あかん、2人と消えてるんか。ここはちょっとオロチアシロを叩きたいところ。硬いね。倒せないもんな、やっぱこっちの火力が弱いんやね、やっぱさすが星なら硬すぎる。さあラブ大地、どんどこどん。さあ虫キャラアタック。ここはもう踏ん張り使って、これでもうオロシェルミがジエンド。ただオロシェルミも5ターン持つもんね、もうすぐやられてたけど基本的に。やっぱりゲーニッツはねいいですね。虫キャラダックで、さあ2人に残ってしまう、これだけになってしまういつものパターン。さあゲーニッツ出てきて、さあ虫キャラダック溜まっていない、サナギを破って超甘う。あー2発目打てない、炎、あかん。オロチヤシロが硬い、やっぱりさすが星なら素晴らしい。さあここは捨ててるターンだからやられても大丈夫。さあここでゲーニッツ ST 出てきて、これで虫ケラアタックで、サナギを破る、超余る。オロシェルは倒したね、ただもうここでもう終わりだな。もう一回いけるよね、もう一回いけるはず。あかんか、ここでやられる。あ倒れてないけど、ここでオロクリは終わり。さあ再起復活して、あれオロチヤシロ復活してる、オメガの効果、虫キャラアタック。いや
でここでもう一回復活するけれども必殺溜まってない、まあ、溜まってたところで勝てないうん、ゴミ拾いからのS マックス虫ケラアタックで決まってしまう。いやー、ザコネさん強すぎる。はい、CYS 対決でございました。うん、やっぱ強いっすね。うん、素晴らしいですね。しかもオメガのね、赤で、オロチアシが復活してましたねめっちゃ強いですね、やっぱりね。参りました。もう本当に素晴らしい戦いの方ありがとうございました。はい、本日はね、ちょっと武器ガチャ来まへんでしたよーんっていうね内容のちょっと配信の動画になっております。はい、それではね、本日はね、こんな感じで終わっていきたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。